林正弘は、元 TBS アナウンサー。2016年4月1日からは、TBS スパークル所属のフリーアナウンサーとして、活動している。東京都大田区の出身で、池上本門寺の近くで生まれたとのこと。大美林高校時代は、野球部に所属。1973年の、第45回選抜高等学校野球大会には、5番、一塁種。 として出場している。立教大学への進学後に野球部へ入部したが、肩の故障が原因で選手生活を断念。母校、大美林高校が甲子園球場の全国大会に出場した際の取材で NHK の関係者と知り合ったことから、放送研究会で活動しながらスポーツアナウンサーを志すようになった。大学卒業後の1979年に、 TBS にアナウンサー18期生として入社。自身と同じくスポーツアナウンサーとして長らく活動していた中村秀明は同期に当たる。TBS への入社後は野球、ラグビー、陸上、ゴルフなどのスポーツ中継や JNN スポーツデスクなどのスポーツニュース番組を中心に出演。オリンピック、世界陸上、ワールドベースボール、 クラシック決勝ラウンド、ゴルフのマスターズトーナメントなど、世界規模の大会の中継で実況する機会も多かった。2013年7月1日から編成局アナウンス部担当局次長も務めてきたが、スポーツアナウンサーとして採用された関係で、テレビニュースを担当した経験は、ほとんどなかった。2016年の誕生日で60歳を迎えたことから、 誕生日直後の3月31日に TBS を定年で退職。退職1日前に TBS 系および BSTBS BS が放送した横浜 DNA 対巨人戦中継が同局アナウンサーとしての最後の実況担当になった。TBS 退職後はフリーアナウンサーとして同局の関連会社である TBS スパークルに所属。TBS 退職翌日の4月2日に ショールームから配信された DNA 対阪神戦中継を皮切りに引き続きスポーツ中継の実況などに携わる。ありがとうございます。